お世話になります。ひとりでございます。緊急速報です。色違いズラオラの配布が正式決定しました。6月18日木曜日の12時から29日の月曜日8時59分の期間中、マックスレイドバトルに幻のポケモンゼラオラが登場していて、合計で100万人以上のトレーナーがゼラオラを倒すと、色違いのゼラオラがプレゼントされると言われていました。その条件が満たされたことが、ポケモン公式ツイッターにて発表されました。しかも23日火曜日の集計時点で、135,283人が勝利しているとのことです。で、公式サイトでは100万人到達以降にゼラオラを倒したトレーナーが10万人増えるたびに鎧鉱石が1個プレゼントされるということで、今の時点で4個は確定でもらえます。なお鎧鉱石は最大10個までで、つまり200万人が上限で、今の時点で150万人近くいっていて、残り期間が数日残っているので、そこまで行ってくれそうですね。この勢いだったら200万人以上普通に来そうなので、もっと鎧鉱石をもらいたくなって、なんかもったいない気もしますが、まあそこは置いておきましょう。あと鎧鉱石を10個だけもらったところでとも思ったりしますが、まあ色違いゼラオーラがもらえるので、おまけ程度に思っておくのがいいですね。ちなみに鎧のことを配信日の翌日、つまり18日木曜日の時点で272,335人が勝利していて、私的には実質初日なのに割と少ないなぁと思っていました。もちろんこの割合のままいけばちょっと減りつつでも大丈夫とは思っていましたが、いかんせん私がやった限りではレイドでの人の集まりが悪く、色違いのゼラオラは鬼強く、ちょっと100万人達成を不安に感じてはいましたが、143万5,283人と順当すぎるくらいに人数が増えて余裕でクリアでしたね。で、配布の受け取り方についてですが、公式サイトによると、色違いのゼラオラと鎧鉱石は6月30日火曜日9時から7月7日火曜日8時59分の期間にスマートフォン版ポケモンホームの不思議な贈り物へプレゼント。さらに条件のところを見ると、6月18日木曜日12時から7月7日火曜日8時59分の期間にポケモンホームとポケットモンスターソードシールドの間でポケモンを預けるか引き出していることということです。つまり夢特製の御三家とほぼ同じ受け取り方ですね。注意点はスマホ版だけの受け取りで、といってもこれは iPad とかでも大丈夫ですけどね。あとはちゃんとポケモンホームで預けたり引き出したりしないとダメなので、普段使ってない人は改めて一度使うといいでしょう。このやり方ならおそらくポケモンホームはフリープランでも大丈夫そうなので、アカウントさえあればできると思われます。アカウント作るだけで色違いゼラオラですから、アカウントを作って損はしないでしょう。ただこれだけほぼ無条件で色違いゼラオラが受け取れるなら、価値的には映画館とかの個体よりむしろ下がってしまいそうですね。ですからゼラオラを持っていたところでオラオラはできないですね。